谷重、大城のリードに苦言を呈する。びっくりしたとしか言いようがない。巨人大城が船場様に要求した一球だ。3対4の7回に死に塁で秋山に対し、フルカウントから打ちまっすぐを選択し、ツーランで試合を決められた。私には状況を理解できていない一球に思えた。バッテリーにはこれだけはしてはいけないというものがある。それが起きた秋山は一軍に戻ったばかり。そこまで3打席凡退と万全ではなかったかもしれない。それでもフルカウントで、ある程度、すべての球を打ちに行く状況となった。そこで打った秋山もすごいが、しっかり振れる打ちまっすぐは、絶対にやってはいけない攻めだった。ピッチャー変わっても、毎回同じやつに打たれてるもんな。デビッドソンと末金に20本近く、打たれるの地味にやばいな。こんだけ同じやつに打たれて、失投してるだけは無理あるよな。いつもフルカウントからインコース投げて打たれてるイメージ。谷重この前は解説に来とった時に大城のミットずらしにめっちゃ文句言っとったな。これだけはないをやって打ち取れば裏を変えたリード。外野からはなんぼでも言えるわな。なんで大城って解説者にこんな叩かれんの。弱いチームって保守に批判が集中するよな。大城が檻にいたらリード批判なんかされないやろ。里崎の言う、捕手は打たれた時だけやり玉に上げられ、抑えた時は何も言及されないを体現している男。巨人は注目されるから叩かれるのは仕方ない。阿部も小林もリードがあって叩かれ続けたし、